どうもどうも、ウジ虫です。そしてこれが100万円です。はい、本日は2021年11月1日、11月1日でして、週刊少年ジャンプ、48号、近未来杯読み切りスノースマイル、幸次郎先生のスノースマイルの感想です。次回予告の段階で、雪原サバイバルみたいな、雪の、原っぱの、まあ、寒い国の話だっていうことが、書かれていたんですけど、まあ、2040年ぐらいの近未来の北欧での、物語でした。突如現れた雪だるまによって、触れると人間は凍結する。そして雪だるまが大暴れして、人間は困っている。その雪だるまを倒す除雪隊という、主人公の物語でした。なかなか面白かったんですけど、この世界が冷えていくという、設定はもしかしたら、昨今よく叫ばれている地球温暖化問題とかを、地球温暖化を、温暖化問題の逆をテーマにした感じなのかななんて思いました。その着想は結構面白いというか、実際の私たちが、暮らしている社会では SDGs とかなんか言ったりして、まあ、地球が温まる方で問題になってるわけですけど、この読み切りでは地球が冷えるというか、人間を凍らせてくるやつが、敵でした。除雪隊の移動手段が巨大なソリだったりとか、巨大なトナカイが巨大なソリのような移動要塞みたいなのを巨大なトナカイが引っ張ってたりとかして、ちょっとクリスマスチックな雰囲気もあったりして、面白かったです。さらに、主人公が、まあ、雪だるまに触れると体が凍結するんですけど、まあ、自分の体へのダメージも厭わずに戦っていく様子というのは良かったんじゃないかと思います。はい、そんな感じの、スノースマイル、スノースマイル、幸次郎先生の読み切りでした。ブログにも感想を書いておりますので、もしよかったら概要欄からブログの方も読んでいただければ幸いです。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。